しょ。さて、これはほんと古い建物やろな、多分。天然醸造一年味噌。味噌と合わせ味噌と白味噌。ああ、種類がですね。こっちにもある。ああ、そうですか。こっちに白味噌。はい。スタート入ったの。ああ。この米味噌のと大麦味噌のセットが入って、お宅で合わせればこの合わせ味噌に。ああ、にもなるということですね。それ便利ですね。甘くてよかったらうちは白味噌合わせ。はい。これは麦と大豆、自然薬で1年で出ますから、これは風味もいいし、うまくいきます。ああ、なるほど、はい、ああ、長期熟成味噌。これも種類がある、ね、これは粒が、大豆と麦の粒が見えるの木がこっちですか、これがすってあすってですね、同じ麦で。よく使うのは合わせなんだけどな。ああ、これがうち合わせ味噌ですかね、好みがありますか。そうですね、これは何か もろみです。胡椒もろみ、ご飯につけて食べてみる、野菜につけてみる、美味しいですよ。甘くてよかったら一番向こう。でこれはニンニクがスライス、これ赤とおろし、ちょっとピリッとします。どうぞ食べてみてください。日本で取ったら取りますから。これはウリとごまが入って明るい、甘いやつですね。甘くて一番甘い、ウリごま入り、はい。これ美味しいわ。はい、甘くて美味しいです、ご飯につけてもいいし、野菜につけて食べてもいい。まあでも辛い方がいいな、多分。これが赤とろです。ちょっとピリッとする。そうですね。ちょっと食べてみます。日本で。あ、そっか。これも塩変わったんです。え、それが赤とろです。ちょっと。失礼な。うん、ほんと。なんか、そうですね、なんかつけるならこっちの方がいいな。そしたら、これとこれを。はい。600円と550円。はい、1150円。はい。
50円なかった。20円がある。お宅の車あれ、競技用ですか？いえいえ。そうじゃない。一応道のり用なんですけど。はい。速度出るんですか？はい。低いからね。ああ、そうですね。出したことないですけど、うん、風がすごいんで、あそうね、もうあんまり出したくないんです。ちょっと、はいはい。1150ですね。はい、1150。あると思います。はい、ちょっと初めてビールはこの頃こんなの。そうですか。乗った人は。そうですね、やっぱり全体的には少ないと思いますね。2人です。はい、狭いですけど、こちらも、はい、低いから安定感がある。ああ、低いからですね。安定感がある。視線がかなり低いんで。ああ、そうか、はい、それは視線が低いんで速く感じますね。ああ、そうですかね。うん、割とそんなに出してなくても出してるなみたいな感じですけどね。そうですね。昔はもっとよくもっと走ってたと思うんですけどね。そうですか。この辺にはないですよ。そうですね。こちら北九州、福岡から来ました。はい、ここまででも 100キロちょっとなんで、そんなに。あ、100、そうですね。100、そうですね。小倉の方からだと110キロ歩かないかぐらいですかね。そんなに遠くはないんですけど、こっちしばらく来てなかったからですね。あ、そうですか。はい、こちらはもう相当古くからやられてるんですね。あ、本当ですか。すごい、ね。壁なんか塗り替えたんですね。ああ、そうでしょうね。あれがもう7年ぐらい前に全部やり替えました。歴史があるな。どうも、ありがとうございました。美味しそうだし、もろみは確かに美味しい。これは味見できたらよかった。さあ、あとは帰るかね。住むとこなかったりするんだけどな。もうないよ。そっか、温泉入ってえな。赤松のあの温泉ちょっと入りてえな。時間あるかな。まあ、家帰って入るの考えるな。同じだよ、温泉セット持ってきてるし。ちょっと温泉夜三段で。お、ナビがない。ナビが押し出される。帰りは高速使ってもいいな。どのぐらい違うか。2時間40分。16時。17時ぐらいになるか。まあ5時過ぎるちゃうけどな。まあまあ、そのぐらいならいいな。あ、ただ、そっか。この道選ぶと赤松温泉通らんな。有料乗っちゃうな多分。これチェックして赤松温泉の周り通って温泉に入って帰る。104キロだね。うん、これで温泉の前通る。およそ300メ
行きと違う道通すんだな。